平野翔ありがたい気持ちです。あと、三人での海外雑誌の表紙が初めてなのですごく新鮮です。多くの方の目に留まるように頑張りたいです。平野翔神宮寺ゆうた、岸ゆうたからなるナンバーアンダーライン愛が5月3日発売の韓国初グローバルファッション誌、マップスコリア5月号とマップスジャパン日本総刊号の W 表紙を飾る。 同グループにとって、初の海外版雑誌の表紙となる。目線にドキ、カジュアルファッションでオーラあふれるナンバーアンダーライン愛。今回は、同誌では異例の日刊 W 表紙での起用となる。それぞれの魅力に迫ったソロカットを含む16ページに及ぶ特集とインタビュー、日本版、韓国版それぞれ別の表紙ビジュアル、カットを掲載する。 表紙を飾るにあたって騎士は、とてもありがたいです。いい意味で緊張はしていなくて、どういう感じになるのか自分でも楽しみです。と期待を寄せ、神宮寺は、純粋に初めて出させていただいて、すごく嬉しい気持ちです。同時にたくさんの人に見られるのでありがたいですし、発売までがすごく楽しみです。と心境を明かした。平野は、ありがたい気持ちです。 あと、三人での海外雑誌の表紙が初めてなのですごく新鮮です。多くの方の目に留まるように頑張りたいです、と意気込んだ。同誌は、両版とも全国の蔦屋書店と蔦屋オンラインで販売される。ナンバーアンダーライン愛、初の日韓 W 表紙に。韓国雑誌、マップスと日本版、マップスジャパン総刊号に登場。 ナンバーアンダーラインアイが初となる海外版雑誌マップスと日本創刊号マップスジャパンの W 表紙モデルを務める写真ナンバーアンダーラインアイ初の日刊 W 表紙にメンバーのコメントも2006年に韓国ソウルで創刊されたグローバルファッションマガジンマップスが18周年を記念した日本版マップスジャパンを5月3日に創刊する 今回、総刊号とマップスコリア5月号の両表紙に日本の人気グループナンバーアンダーラインアイを起用した2種類の表紙ビジュアルを公開した。は18年間芝居体の雑誌にこだわり、これまで韓国カルチャーのみならず日本のファッションやアート、著名人も多く起用して世界に発信してきた。過去には日本を代表するブランド、コムデ・ギャルソンやローラ、中条あやみ。 森光などが表紙を飾ってきた。今回ナンバーアンダーラインアイの撮影のために、韓国からトップで活躍中のカメラマンを東京に招集し、撮影を観光した。ナンバーアンダーラインアイとしても、初の海外版雑誌の表紙という、まさにお互い記念すべくタイミングもあり、マップスでは異例の日刊 W 表紙での起用となり、 各メンバーの魅力に迫ったソロカットを含む 16P に及ぶ特集とインタビュー、日本版、韓国版それぞれ別の表紙ビジュアル、カットを掲載している。マップスジャパン総看護号とマップスコリア5月号は5月3日金曜日に全国のツタヤ書店とツタヤオンラインで販売となる。また、 4月10日19時よりツタヤオンライン予約ページにて受付開始がスタートした。また、マップスジャパン総監を記念し、発売日の翌日5月4日には、元に NE1 の CL をスペシャルゲストに招いた記念イベントが開催される予定だ。メンバーコメント。ガンユータ、とてもありがたいです。 いい意味で緊張はしていなくて、どういう感じになるのか自分でも楽しみです。神宮寺ゆうた、純粋に初めて出させていただいて、すごく嬉しい気持ちです。同時にたくさんの人に見られるのでありがたいですし、発売までがすごく楽しみです。平野翔ありがたい気持ちです。あと、三人での海外雑誌の表紙が、初めてなのですごく新鮮です。 多くの方の目に留まるように頑張りたいです。ナンバーアンダーラインアイ韓国発ファッション誌マップス異例の起用で初の日韓 W 表紙に